ありがとうございます。先ほどお話しさせていただきました、いわき市から避難してきております鴨下です。今ですね、ちょっと中途半端な数しか持ってこれなかったんですけども、今日から、東海第二原発、原電のですね、これを、止めるためにまずは、再稼働するための工事をやめてくれという、そういう署名をですね、今日から始めることになりました。ちょっと中途半端な数しか持ってこれてないので皆さんに言ってないかもしれませんが、どうかご協力をよろしくお願いいたします。状況からして、そう簡単には止まると思えないので、結構長い間、集め続けなければならないかなとは思っておりますが、とにかく、この東海大には止めたいというそういう意思を表示するために、この署名にご協力いただければと思います。それからですね、すみません、あともう一個1点、この東海第二原発の問題を、訴えます、DVD をですね、私とあとそれからビデオジャーナリストユニオンというところの、遠藤監督と一緒に、恐怖のカウントダウンという短編の、DVD を作りました。これの上映キャンペーンも行っておりますので、検索ですね、インターネットで、東海第二、DVD ってやると出てきますので、どうか、方々で上映していただければと思います。映像作品ですと割と敷居が低いと言いますか、こう学習会だと来てくれないけど DVD やるよって、ね、映像で見れるよってちょっと言ってみないかなというふうにだいぶ敷居が下がると思いますので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。鴨下さん、ありがとうございました。